皆さんこんにちは、こんばんは。仮想通貨インフォメーションの二の前です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、先日 OKX で上場を果たしたですね、超リアルメタバースエバードーム上場直後のですね、差し値ではなかなか買えないのはね、よくあることですが、今から買ってもですね、遅くない理由についてですね、お話しします。DEX ではですね、カンガエクスチェンジにも上場を果たしました。それとですね、エバードームのツイートでですね、注意喚起もされていましたので、合わせてお伝えしていきます。今回も端的に初心者の方でも分かりやすく利益に直結する情報をお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。私の動画では仮想通貨関連の最新情報やメタバース関連の激アツ銘柄など、今後利益につながる確率の高い情報を精査してお伝えしております。最新情報を受け取るためにも、ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。そしてこの動画を見て有益な情報だと思っていただけたら、ぜひグッドボタンを押していってください。やはり高評価を押していただくだけでですね、次はもっといい情報を探して届けようとモチベーションの方が上がりますので、ぜひお願いいたします。さらにしっかりね、爆益狙いたい方は聞いてください。概要欄にある私の公式 LINE では、少額からでも爆益が狙えるアルトコイン情報や、一目でわかるエアドロップ情報をまとめたサイトなど、動画ではですね、出さない数多くの情報を LINE 限定でお伝えしております。仮想通貨はこれから大勢の人が参入してきます。今はまだ先行者利益が多く取れますし、知識や情報で後発の人よりもですね、稼げる期間だと思ってください。特にメタバース銘柄、NFT、Web3.0、そういった動画に出している情報などの質問にもですね、LINE ではですね、お答えできますし、周りに仮想通貨やっている人がですね、いない環境の方もね、多いと思います。今更ですね、聞けないような初歩的な質問にもお答えしております。そして投資で成功すれば、生活のために働かなければというね、意識が薄まり、その分だけ日常のストレスがなくなり、お金の面だけではなく精神面でも豊かになってきます。お金持ちになれるかどうかの差は収入の差ではなくですね、情報を握っているかいないかの差です。その情報を共有するためにですね、公式 LINE の運営をしております。はい、去年ですね、リアルメタバースとして1回ご紹介していますし、まあ、注目銘柄なのでご存知の方やね、 IDO に参加して、まあ、すでに利益が確定している方多いと思います。取引所のね、ローンチ後にですね、価格が一気に下がる銘柄が多い中ですね、 OKX ではですね、上場後40倍あたりをね、つけました。その後ですね、価格一旦下落したんですけれども、すぐにですね、上昇に転じています。元素騎士もそうでしたが、注目度とね、今後の展開に期待が持てる銘柄に関しては、多少ですね、価格が落ち着いた付近でね、買ってしまった方がいいと思います。まだですね、上場しているのはですね、2箇所だけですし、これだけのね、注目銘柄なので、まあ、早い段階で、まあ、主要な取引所にね、上場する可能性非常に高いと思っています。 IDO を行ったテンセットがね、上場している取引所で言えばですね、ゲート IO や、まあ、クーコインなどね、大きな取引所ね、確率として高いと思います。これからのですね、プロジェクトの進行状況にもかかってきますが、まあ、そこまでね、大きな価格の下落はですね、ないと思っています。そしてエバードームね、今買ってもお得なもう一つのね、理由として、ステーキングの導入とですね、そのステーキングでの APY 年利がですね、かなり優秀であることが予想されます。はい、こちらがですね、公式ツイートのステーキングのね、発表になるんですけれども、まだですね、具体的な正式な発表というのはね、まだありませんが、間もなくになると思います。そしてステーキングの内容なんですけど、1週間から52週間とですね、かなりですね、ブロック分かれてくるんではないかなと思います。で、大規模なですね、 APY とね、年利となっておりますので、このステーキングにですね、かなり期待は持てると思います。で、これによりですね、利益確定してですね、売り抜けるよりもステーキングのですね、利率で増やした方がですね、利益につながるので、まあ、長期間のですね、保有をする人がね、多くなると思います。さらにもう一つ、こちらがですね、エバードームをね、取り上げた記事になるんですけれども、その一部をですね、ちょっと読み上げたいと思います。はい、こちらちょっと日本語おかしいんですけれども、ちゃんとですね、和訳した記事の方ね、読みます。メタバースを目指すエバードームは Web3 の支配のほんの始まりに過ぎず、PR スタントや控えめに言っても無数の詐欺が横行する世界で、非常にうまくその地位を確立しているのです。
2024年までに2970億ドルという巨額の資金を確保し、メタバースにおけるマーケットリーダーとなることを目指すエバードームにとって、その AR と VR ベースのプラットフォームは単なるゲームフィケーションを超えた成功になるかもしれないのである。記事にある通りですね、あと2年の間にですね、2970億ドルとね、とんでもない額の資金調達目標をね、掲げているので、まあ、これからですね、さらに壮大な計画が発表される可能性も大きいと思います。ただですね、ちょっと懸念点もあるので、そちらもですね、お話ししていきます。実際にですね、エバードームのメタバース空間に入るにはですね、現実世界で 3D スキャンをね、する必要があって、世界のですね、主要都市に 3D スキャンをする装置を置いたとしてもですね、実際にスキャンをする人数にはね、時間的な問題でね、なかなか増えないんではないかと思ってしまいます。でそこがですね、難点でもありますが、他のですね、メタバースプロジェクトよりね、比較にならないね、初期投資の方を行っていると思うので、失敗はですね、許されない覚悟をしているはずです。そこの解決策さえあればですね、本当にメタバース銘柄の中ではトップになれる実力があると思うので、まあ、今後のですね、発表に期待したいですね。最後にですね、エバードームのツイートで注意がなされていましたので、そこね、お伝えいたします。こちらがですね、そのツイートになるんですが、ZT グローバルというね、取引所にね、リストされているようですが、これがですね、完全に非公式なので、まあ、気をつけてくださいと。どういう経緯でね、こうなっているのか、ちょっと私の方でもわからないんですが、ここでですね、取引されたね、ドームトークンに関してね、何かトラブルなどがあっても、すべてはね、自己責任になりますので、注意してください。一応ですね、そこ実際に見てみましょう。はい、こちらがですね、ZT グローバルになるんですけれども、実際にですね、これリストされてますね。私もですね、この取引所使ったことないね、取引所になるんですけれども、ここでですね、取引してもですね、非公式で勝手にリストされているだけらしいので、まあ、なるべくというかね、もうここはね、使わない方がいいのではないかなと思います。まあ、OKX かね、カンガエクスチェンジをね、使ってください。仮想通貨はですね、何が起こるかわからないので、まあ、今回のようにね、告知されて警告がなされているものにはですね、きちんと従うようにしましょう。今後もですね、メタバース関連銘柄やゲンファイ、もちろんね、有望なアルトコイン情報をね、お伝えしていきたいと思っております。さらに動画に出していないね、情報などたくさんあるんですけれども、そのような情報ね、私の公式 LINE 限定となってしまいます。概要欄の方からですね、公式 LINE、簡単に登録の方できますので、情報をね、受け取りに来てください。そしてですね、グッドボタンの方を押していただけると本当に励みになりますし、今後のですね、動画制作のやる気になりますので、チャンネル登録とともにですね、よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。